積んだもんなのだ。今日はカナリアハウスを飛び出してレストランで質問してみるのだ。なお背景のガヤはこれ以降消させてもらうのだ。今回の質問はシレちゃんが考えてくれたのだ。早速質問してみるのだ。質問、音楽以外の趣味はありますか？てるくん、言ってみよう。歌うことかな。音楽以外だって言ってんだろう。音楽以外。超高すぎ。歌かな。俺、歌うこと大好きで、ずっと歌って。あれ？じゃあ、俺って音楽以外何も取り柄がない。何もなしよ。大丈夫、可愛いから。そのフォローもどうなの？ヤバちゃんの初恋はテルだもんな。小一の頃だ。文化祭で女装したテルな。テルとテル子は違う。一緒にしないでいただきたい。テル子が知性じゃん。テル子は黒歴史なんだが。次はそんなヤマちゃん。ヨガを少々。胃の弱さ改善に始めたらなんだかんだで趣味に。スイミング通ってたよね、一瞬。あれはダメだ。人は浮くようにはできてないんだよ。泳げないんだよな。次はみっちゃん。筋トレが趣味だ。食べることが趣味じゃないんだ。実は筋肉だるまだもんだ、みっちゃん。いやいや、食べ歩きも普通に趣味だけど。かっこつけた。次はバーバラちゃん。最近はお菓子作りが趣味なの。もともとそんなにお料理とかしてこなかったけど、あるきっかけでケーキ作ったら楽しくて、美味しいって言ってもらえるのも嬉しいから。美味しいよ。よく作ってきてくれるよね。うまいぞ。お持ち帰りもする俺。僕も食べてみたいのだ。今度作ってくるね。最後はたっていくん。サッカー一択だな。小一からずっとやってるし、去年までサッカー部だったし、バンド仲間とチームも作ってる。カナリアやってなかったら将来プロ目指してた。サッカーの話してると、タッペイもちゃんと中学生なんだなって安心したよ。人相変わりすぎって言われてたしな。根はいい子なのよ。やめろバカ。そんな感じで今日も仲良しなカナリアだったのだ。趣味以外の話も聞けて楽しかったのだ。何か質問があればコメント欄に書いてくれると嬉しいのだ。お腹いっぱい、そろそろ出ようか。人の金で食う飯最高。経費でしょ。領収書もらったっけ？もらっといたよ。よし、2軒目行くぞ。ここまでのご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録、ベル通知をよろしくお願いします。コメントもあれば嬉しいのだ。それじゃあ、バイバイなのだ。